こんにちは、劇花の古谷です。リアルタイムで見てる方はこんばんは、古谷です。シミ取りレーザーをしたテープがですね、明日外すことができますということで、もうほんと痒くなってきてるんですけど、なんとかなるかなっていうふうに思います。でですね、今日ですね、沖縄からすごいでしょこれ、マンゴー届きました。もうね、これね、無農薬で作ってるマンゴーだそうで、未だかつてないぐらい香りが素晴らしいという、噂を聞きまして、送っていただいた KY さん、ありがとうございます。美味しくいただきたいと思います。ということでね、今ね、今年はマンゴーが豊作ということで、僕もですね、沖縄はちょいちょい行くので、今年の夏、もしくはまあ来年の夏、マンゴーですね、傷物のマンゴーが非常に安くで回るんでね、味はね、もう本当美味しいんですよ。僕はもう沖縄行くためにそれ食べてるんですけど、皆さんにも味わっていただきたいなというふうに思いますので、販売なんかもできたらなというふうに思います。今宮古島のね、生産農家さんの方にちょっと現地の方に聞きに行ってもらってるところなので、進捗がありましたらまた、発表していきたいなというふうに思います。で、今日もですね、質問が届いておりまして、それに対してお答えしていきたいなというふうに思います。球根から軸が抜けてしまった、植え付けても大丈夫ですか、という、ものすごくシンプルなご質問です。原文の方ですけども、ユリの植え替えについて、ユリの球根から軸が抜けてしまいました、植え付けても腐るだけでしょうか、また植え付けるならいつがよろしいでしょうか、ということで画像をこちらに、出させていただきたいと思います。まあ、僕の手元にはね、白黒のこういう画像があるんですよ。こんな状態で、黒いところがですね、軸が抜けたところかなっていうふうに思います。軸が抜けた場合っていろんな考え方というか状況っていうのが考えられるんですけども、例えばね、初夏から夏にかけて軸が抜けちゃった場合、これですね、球根の軸がくっついてるところにバクテリアが繁殖して腐って抜けちゃうケースもあるんですよ。その場合にはですね、球根が腐ってしまう可能性があるので、植え付けても咲かないっていう可能性は大いにあります。で、もう一つがですね、冬ですね、真冬に抜けた場合は全然 OK で、その場合にはですね、そのまま放置っていう感じがいいかなというふうに思います。真冬はですね、カリッカリに全部寒くて枯れるんですけど、枯れた後にですね、軸を引っ張るとズボって抜けます。でもね、ジュクジュクしてるわけではないので、乾燥して抜けてますから、その球根は無事ですし、そもそもが、自然の状態になっているので、全然 OK です。で、この質問を読むと、まあ、軸が抜けたことに対して大丈夫なのかどうかっていうことと、あと植え付けの時期ですね。植え付けの時期について、質問が来ています。で、植え付けの時期はですね、秋なんですけども、仮にですね、夏とか、7月、8月ぐらいで、軸がスポッて抜けちゃった場合ってのは腐ってる可能性があるんですけども、ユリの球根ってね、乾かすとねダメになっちゃうんですよ。だから乾燥させて腐りを止めるっていうのがなかなか難しいので、その場合にはですね、薬、まあ、殺菌剤かなんかをですね、そこに塗っていただくか、まあ、霧吹きでシュシュシュってやっていただいて、その後ですね、湿らせたピートモスもしくは水苔なんかでまあくるんでいただいて、涼しいところで保管っていうのはベスト。土の中に植えっぱなしでも OK です。水やりはですね、ほとんどいりません。で、なぜ土の中がいいのかっていうと、例えばね、ピートモスとか水苔にくるんで涼しい場所に置いといたとしても、これ夏の涼しいって25度ぐらいで十分涼しいじゃないですか。球根自体は休眠をしてるんですけども、腐るんですよ。それが一番怖い。土の中っていうのは実はですね、ユリってまあまあ深めに植える球根の一つなんですけど、15センチとか20センチぐらいの深さの土の中に埋めてしまうと、土の中の温度がですね、一定してます。表面から下20センチぐらいのところっていうのは、ほぼほぼ乾くことがないんですね。必要最小限っていうか、まあ、適度に湿り気があって、温度が安定している状態なので、そこの場所に入れておくといいです。まあ、冷蔵庫の野菜室みたいなイメージかな。湿度がある程度保たれた状態で、なおかつ温度が安定している。もちろんね、野菜室の方が寒いですけどね。袋に入れた場合も冷暗所で保管するよりも、野菜室にずっと入れておくのが一番いいですね。で、ユリっていうのは、
5度以下の温度に1ヶ月ぐらい当たらないとですね、花芽も作りませんし、芽も出てこなくなりやすいです。寒くなることで、球根の中に花芽を作る部分が出来上がって、暖かくなってくると反応して芽が出てくるっていう、性質の植物なので、そんな風にやっていただけるといいのかなっていう風に思います。今日はですね、非常に短い動画になってしまったんですが、やることとしては、これぐらいのことで、今すぐですね、夏だったらば殺菌していただいてから、そのまま土の中に埋めちゃう、もしくは鉢の中に埋めちゃう。で、袋で保管する場合には、ピートモス、もしくは水苔、これを湿らせていただいて、殺菌していただいてから野菜室に入れっぱなしにしとくっていう感じです。野菜室に入れた場合には、野菜室の温度自体が低いので、出すと、秋に出すとね、秋植えと球根でしょ、ユリって。秋に出すと、そのまま反応して芽が出てきちゃうんで、これね、1月、2月ぐらいまで野菜室に入れっぱなしでいいです。でその後、地植えでも、鉢植えでもいいので、入れていただけると、3月ぐらいから芽が出始めるんじゃないかなっていうふうに思います。で、球根の種類、ユリの球根でもね、夏咲きと、初夏というか春咲き種っていうのがあるので、スカシユリなんかは比較的早く咲きますし、大輪系のコンカドールなんかは比較的夏咲き系、ローズリリも夏咲き系なんで、芽が出てくるのは遅いです。ということで、非常にですね、シンプルです。腐らなければ OK っていう感じなので、参考にしていただければと思います。僕の方もですね、手が空いた時に LINE の方に質問いただければお答えしてますので、コメント欄にご質問ではなくて、LINE の方、概要欄にリンクが貼ってあるんで、そこから登録していただいて、LINE にコメントいただければ手が空いた時にお答えしたいと思います。あとね、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。この動画役に立った、面白かったっていうことであれば高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ということでまたお会いしましょう。さよなら。